ゴルフテックコーチの1日の始まりはレッスンの準備を行うところからスタートします。キャディマスターというシステムを使用して当日予約が入っているレッスン数や生徒の情報などを確認します。またマイゴルフテックというウェブシステムを活用しレッスンの振り返りを行います。この出勤してからのキャディマスターを見てマイゴルフテックを見て準備をする時間というのはすごく大切ですね。今日はあの人ちょっとスライスもう治ってるかなとかスイングのプレーンが変わってきてるんじゃないかなっていうのをまあ期待もしながらそれぞれのゴルファーの最高の瞬間というのを今日一緒に体感できるんじゃないかなってこうワクワクしながら準備をしています。コーチとして楽しんでる時間かもしれないですね。ゴルフテックのレッスンの最大の特徴はモーションセンサーというシステムを体に装着をしてスイング中の体の動きを数値化するというところが一番の特徴です。このモーションセンサーを体に装着をして数字を出すことによってあと15度肩を回しましょうというより具体的なアドバイスが可能になっているというのがすごく納得感が高いかなと思います。またレッスンの際にはプロとのスイング比較とあとはレッスンを受ける前と受けた後のスイングの比較ビフォーアフターというものがあってさまざまな納得感の高いレッスンがゴルフテックには詰まっています。生徒さんの近況を都度確認しながら進んでいけるのでスイング診断の時にロードマップっていう、まあ、道筋を立てるんですけれどもその都度その都度やはりレッスンというものはこう変化をしていくのでその変化に対しても常に対応していけると。ここがやはりマンツーマンレッスンでのいいところですね。レッスンの中で、まあ、映像はもちろんのことそのモーションセンサーはまあ体につけているというようなところで、まあ、数字でどの角度がどうなっているのかっていうところが非常に自分の中でも消化しやすいというか納得がいくのでどう改善していったらいいのかっていうのも明確に理解できるというポイントがいいと思います。他にもアウトドアレッスンではコースでのより実践的な部分の強化をテーマにスタジオでのレッスンが難しい部分も包括的にサポートしています。またコンペをはじめあらゆるゴルファーにとって満足度の高いイベントの実施や生徒同士のコミュニティの場を広げる活動も行っています。そしてテレビやウェブコンテンツへの出演など積極的にゴルフテックのレッスンを広める活動を行い日本中のゴルファーをうまくするをコンセプトに我々は今日もゴルフとともに前へ進んでいます。